どうも、ナリです。今日は現環境最強キャラの一角である光の番人を作ってきました。今回はぶっちゃけこのキャラ何が強いのという点を深掘りしていきたいと思います。まずはこのモンスターの通常特性を見ていきます。電撃のコツ、スライムキラー、ロケットスタート。電撃のコツは電撃属性の攻撃が強くなり消費 MP も減ります。スライムキラーは相手がスライム系なら耐性値を全て下げた状態でのダメージ判定。ロケットスタートはダメージが3ラウンド目まで増加、4ラウンド目以降は減少。これだけでもそこそこ強いのですが、このモンスターは L サイズで活用することが前提のモンスターです。 L サイズで解放される特性です。2回行動、復活の祈り、電撃ブレイク台。2回行動は言わずもがな2回行動できます。電撃ブレイク台は電撃属性のダメージがかなり上がります。続いて復活の祈り、これがめちゃくちゃ強いです。味方が死んだ瞬間に蘇生、1戦闘に1回のみ、1キャラに対してだけ発動します。この特性で行動回数を消費することなくノータイムで味方を蘇生できます。この特性に合わせて死亡時に発動する特性を他の味方につけておくと非常に相性が良いです。代表的なものは最後のあがき、最後の息吹、根に持つタイプです。死亡時特性を発動させながら次のターンには生き返っており、もう一度倒されたらさらにその特性が発動するという状態が強みです。一番強力な効果を発揮できるのは根に持つタイプですが、合わせて紹介していこうと思います。このゲームではランク関係なく特性が強ければ強いゲームなので、特性の所持モンスターもざっと紹介していきます。最後のあがきは死亡時に敵全体にダメージを与えます。オーバーキルされるほど大きなダメージを与えることができます。所持モンスターは L サイズのみで、骸骨、弾けドーラ、メラゴースト、スノーム、ドングリベビー、ドロヌーバ、ミノーン、キラーコーン、暴れ牛鳥、爆弾岩、軍隊ガニ、ピサロナイト、スライムダーク、スピンスライム、風船ドラゴン、スライムタール、モミジ小僧、メガザルロック、ポムポムボム、ヘルダイバー、邪神の子、バルンバです。最後の息吹は死亡時に仲間の攻撃力、守備力、素早さ、賢さを2段階上昇させてくれます。初始モンスターは S サイズがフェアリードラゴン、ホイミスライム、ドラムゴート、ギズモ、ビッグハット、スライムコロネ、キツネビ、ワタボウ、福袋、クリオネオン、ドラゴンポップ、クイーンスライム、ダースドラゴン。L サイズが夢入道、フロストギズモ、イルカチョウチン、ヒートギズモ、ガメゴン、スカイドラゴン、シュプリンガーです。根に持つタイプは自分を倒した相手の動きを一旦休みにし、攻撃力、守備力、素早さ、賢さを2段階下げてくれます。初始モンスターは泥人形、リリパッド、トンブレロ、シャンタク、夜の帝王、ワルボー、キングジョーカーです。これらの特性を持ったモンスターとパーティーを組むことで光の番人は進化を発揮できそうです。身代わりで光の番人を守っておくことによってそれらの特性を発動しやすいです。単純にメタル系等の耐性の優秀な身代わり役が突破された状況とも相性がいいです。続いて光の番人の簡易配合チャートです。ドラゴンと風雷スライムの配合で簡単に作ることができます。ドラゴンは煉獄峠初級にいるので、スカウトするかザバ系統で簡単に討伐し起き上がりを待ちましょう。覇王城の魔界中級まで進んでいれば、春か冬でグリズリーを仲間にすることで簡単に作成できます。グリズリーもオーガーとアントベアで一応作れますが、めんどくさいので非推奨です。風雷スライムはドラゴン系とスライム系どちらか B ランクで作れます。 B ランクは野生や DLC で捕まえてくるか、前回前々回前々回の動画に引き続き煉獄峠初級までで簡単に作れるキラージャックさんを使うと楽ちんです。欲しい系統と配合することでランクをそのままで系統をずらせます。スキル構成は電撃のコツ、電撃ブレイクを生かした電撃系最強斬撃のギガクロスブレイクか、電撃系最強大義のジゴスパークのどちらか欲しいです。風雷スライムの配合で引き継げる風雷棒でジゴスパークを引き継げます。いずれは他のスキルに変えることが望ましいです。攻撃力アップ付きと爆裂剣付きのキラーマジンガやサブ火力が充実したダークドレアム等が良さげです。加えてスライム防具の持っているライトニングがお手軽につけられる上に素早さプラス30と電撃ガード台がついているので、光の番人相手のミラーマッチの際に強いのでおすすめです。スライム防具は物質系スライム系どちらか C ランクで作成するか、鉄鋼砦の魔界上級でスカウトすることができます。それ以外のスキルは爆風ガード SP やウルトラガード SP で休みや混乱の耐性を補強しつつ、 HP アップや守備力アップで耐久面を補給するのが良さそうです。そして光の番人は L サイズにする必要があります。 L サイズ同士の配合であれば確定 L サイズ、もしくは L サイズと大きめの S サイズで L サイズを配合できます。煉獄峠初級の L サイズドラゴンと L サイズにした風雷スライムで確実に L サイズの光の番人ができます。配合後でも L サイズとの配合を重ねていけば光の番人を L サイズにできます。今回は実際に S サイズの光の番人を L サイズにしてきました。よし、じゃあドラゴン捕まえに行きますか。ドラゴンは煉獄峠の魔界の初級の北側にいますね。僕の今のパーティーで捕まえられるか結構微妙なんですけど、ボックスにドラゴンさんはいないので、セーブもいらないか。セーブせずいきなり捕まえようと思います。いきなり初手で行っ
っていけるかな。今だ。 E ランクだから余裕かと思いきや全然 12% だね。倒すっけないから、カブト割りからのカブト割り売春あたり、まあ、いつも通り行ってみますか。起き上がるまで殴り続けてもいいんですけどね、まあ、今の戦闘力差だったら、まあ、簡単にダメージを出せる気がするので、じゃあカブト割り入れて、じゃあスカウトしますか。もう一回いけるんだね。だいぶパーセント増しましたね。 26.6。 ナイススカウト、いけました。ドラえもんにしよう。配合結果で L サイズになるかどうかが重要なので、こっから見に行きます。本来であれば風雷スライムとドラゴンで光の番人が出来上がるので、風雷スライムを L サイズにしておくのが一番の近道。 L サイズのドラゴンと風雷スライム L サイズで確実に L サイズの光の番人を作れるので、はい、これで L サイズできますね。いきなりできました。まあ、ちょっと大きめの S サイズを作っておいて、 L サイズのモンスターと混ぜると出来上がりますね。光の番人 L サイズということで、この人が特性めちゃめちゃ強いっていう感じで、僕も今後使っていこうと思います。で、HP アップを今つけてるんで、じゃあ風雷棒と、一応風雷棒にも自己スパついてるんでね、この枠をライトニングにできたらちょっと強いかなっていうイメージです。ようやくこれでできましたね。大きめの強い光の番人が。僕パーティーでちゃんと作れるサイズ初めてなんで、じゃあドデカミンにしよう。ドデカミンにするわ。ドデカミンにします。なんだと。これはいけるんでしょうか。ダメだ、確かデカが使えなかったような気がするんで、莫大な遺産にしよう。出来上がりました、莫大な遺産。こんな感じで L サイズと混ぜ続けることによって、まあ出来上がっていきますね。今回はドラゴンを使いましたが、アグルカの家の周りでルーラし続けることで簡単に捕まえられる L サイズを見つけることができます。序盤で L サイズを探すのはアグルカの研究所で辺りを見回せばいる時もあるみたいですね。まあ、いなかったらルーラを繰り返せばいいみたいなんで、アグルカの研究所にルーラしまくってみましょうか。まあいきなりサイクロプスとか捕まえた方が楽ちんではあるんですけど、フォレストドラゴとか、この骸骨はかなり大きいんじゃないか。これは L サイズっぽいですね。来たんじゃないか。さすがに L サイズ。じゃあさすがに L サイズなんで、この骸骨さん連れていきましょうか。今だ。はい、来た。 100%やっぱ簡単ですね、覇王城の魔界で捕まると。じゃあ L サイズ6レベルということで、まあここで L サイズを取ってくることもできるっていうところでした。また光の番人は動く石像と配合して天の門番にすることができます。天の門番はラーミアの4体配合の素材になります。前回紹介した強力な回復役の鳳凰との4体配合です。ラーミアは天の門番、鳳凰、神竜、ワタボウで作るようです。ストーリーでもランクまでも非常に強力な性能をしている割に、 E ランクのドラゴンと B ランク1体を起点に簡単に作ることができるので、皆さんもぜひ使ってみてはいかがでしょうか。以上です。少しでも参考になるか楽しんでいただけると嬉しいです。今後も DQM3 の動画をどんどん投稿していく予定なので、よければチャンネル登録高評価をいただければ幸いです。続いて宣伝です。チャンネル登録者限定 DQM3 攻略交流ディスコード、導かれし PO を作りました。雑談、Q&A のテンプレ、対戦募集、フレンド募集、おすすめパーティー戦術、スクショ等を交流できる場所にしたいです。攻略情報や攻略サイトの URL もまとめてあります。あなたもチャンネル登録をして、P-BOW にならないか?概要欄の URL からご参加お待ちしております。ご視聴ありがとうございました。またね、バイバイ。